こんにちは、岩堀悦子です。上海在住3年半です。皆さん毎日消毒をされていると思います。一般的には手を消毒したり、消毒剤を使って物資を消毒したりすると思いますが、消毒剤を使わずに簡単に家で消毒する方法もあります。紹介します。まずは煮沸消毒です。使うのはお湯だけで、至ってシンプルなんですが、安全に確実に殺菌できる昔ながらの知恵です。煮沸消毒の方法は簡単です。大きめの鍋を用意し、消毒したい食器を入れて水を張ります。食器が完全に水に浸るようにし、ポイントは食器は常温から入れて加熱するということ。沸騰したお湯に食器を入れると急激な温度変化で破損してしまうことがあります。5分煮たら、やけどしないように注意しながらトングで取り出します。清潔な布巾の上で逆さにして自然乾燥させれば消毒完了です。煮沸消毒は最高温度が100度なので、100度までの温度で死滅する細菌には効果的です。耐熱温度表示100度以上が条件となります。消毒剤を使いたくないもの、例えば赤ちゃんの哺乳瓶を消毒したいときは、消毒剤を使うよりも煮沸消毒をする方が、安心できるかと思います。2つ目は蒸気消毒です。蒸気消毒の原理は煮沸消毒と似ています。一般的には高温高圧調理ができる圧力鍋を使います。食器の間隔を空けて鍋に入れ、鍋の水が沸騰した後、15分以上加熱してから取り出します。最後は日光消毒です。洗濯物を室内で干すと臭くなることがありますが、これは菌の繁殖によるものです。洗濯物は日光に当てることによって太陽光線に含まれる紫外線が殺菌したり、細菌の増殖を抑えたりします。肌にとっては天敵の紫外線ですが、殺菌力は強いです。紫外線が当たることで DNA や RNA、リボ核酸に作用し、化学変化を起こします。そうすることで菌やウイルスを不活性化させる効果があるので、布団表面の細菌を死滅させたり、ダニや細菌の増殖を抑えたりすることができます。紫外線の量は10時から2時の時間帯が多いので、日光消毒はこの時間帯にするのがおすすめです。ロックダウンが続いていますが、今回ご紹介した消毒方法が少しでも皆さんの役に立てれば幸いです。早くロックダウンが終わりますように。